はい、どら焼き土屋です。ですね、今日作るのはこちら。何ですかこれは。何でしょう。ただのまん丸いあれですね。団子じゃない、まあ、練り切りですね。練り切りです。まあ、知ってる人は知ってるかもしれない。まあ、知らない人は知らないよね。まあね、まあ、僕はね、仕事柄結構、まあ、当たり前なんですけど見るんですけど、まあ、練り切りっていうのは、まあ、白あんをに、まあ、牛皮を混ぜ込んで、まあ、練り上げた、まあ、上生菓子とかに使う、まあ、素材のお菓子ですね。まあ、言うてわからないかもしれない。で、まあ、見せると簡単かもしれないんですけど、まあ、こういうやつです。こういうやつ、ね、こういうお花とか作るやつですね。上生菓子っていうのは、まあ、例えばその季節の風物詩とかそうね、風物詩とか、まあ、季節とか花とか、まあ、要するに花鳥風月みたいな、そういうものをもう和のお菓子に表現する、そういったものが上生菓子です。こんな真面目に会話していいんですかね。まあいいでしょう。で、これを、まあ、今日はね、まあ、これの生地作り、まあ、要するにこれだね、これを作ります。で、これを作って、まあ、やっぱり家庭で簡単に作れてっていうのが多分一番だと思うんですよ。で、やっぱりそれで例えば友達にプレゼントしたりとかね、学校の、あと和菓子作れる人っていないじゃない。いる？いないと思うよ。で、そういうのでね、いや君和菓子作れんのってなったらさ、まあモテると思うしね、ね、まあ学生さんとかでも多分すごいねってなっちゃうと思うし、まあ主婦とかだってね、そのなかなか多分子供たちやって楽しめるっていうのも面白いと思うんで、練り切りをね今日は作ろうと思います。で、まあ使うのがこれとこれだけです。もう超シンプル、超シンプルです。もう簡単なんでね、もうそんな凝ったやつじゃなくて、まあシンプルに作れて、まあ楽しんで作れるっていうのが多分一番大事だと思うので、で使うのがこれ。まあこれはまあちょっとサイズ大きいんだけど、まあまあ簡単に言うと白あん、白あんとこれ、これ白玉粉っていうね、まあ、まあ100均にももしかしたら売ってるかもしれないし、まあスーパーなら多分間違いなく売ってると思う。で、白あんはまあ大体スーパーに置いてあるんじゃないかな。まあこれは業務スーパーで買ってきたけど、というので、まあこの2つだけでちょっとね、まず練り切りを作っていこうかなと思います。はい、ではですね、練り切りあんを作っていきたいと思います。ということでですね、まあつも待って、まあ、まあ、ということでね、はい、練り切り、はい、ではですと、まあ、はい、ではということでですね、練り切りあんを作っていきたいと思います。って言ってもですね、めちゃめちゃ簡単なんですよ。はちゃめちゃに簡単なんです。ほんとシンプルのシンプルなんで、もうあっという間です。まずね、まあ計量します。あんこを 313g、 313です、覚えてください。で、ほんとシンプルなんで、まあやっぱり簡単に誰でもできるお菓子じゃないと、誰でもできるっていうか、本当に簡単に作ろうと思って簡単に作れるものが、まあやっぱ家庭でやる分にはやっぱ一番いいのかなと。やっぱりそのあれも買ってこれも買ってそれも買ってってやってたら、もうお金もかかるし、もう作るの正直めんどくさくない、めんどくさいですよね。だからそういうのじゃなくて、本当にね、もうシンプルで簡単に作れちゃうっていうぐらいのが多分ちょうどいいかなと思います。ちょっと絞り方がちょっと汚い、まあ、汚いでこれちょっとね、本当はうまくやった方がいいかもしれない。まあ 313g ね、測ったら次は白玉粉で、白玉粉は 6g、 もうね、何でもいいです。まあ、結局これ一回溶かして、水に溶かしてこれ混ぜるんですけど、まああるやつでいいですよ、やっぱり何でも。ね、わざわざボールなんか買う必要、買うのもめんどくさいと思うし、あるやつでいいの で白玉粉を 6g 測ったら、で白玉粉を測ったら、で白玉粉を測ったら、水を 8g。 ここはね結構大事、あでもね今 11g 入っちゃった、入っちゃったけど、結局これ後でレンジに入れるので、まあ、レンジで水分を飛ばすんですね。で水分を飛ばすから
2、3グラムぐらいだったら、まあ、誤差の範疇でいいと思います。あんまりにもね、10グラムとか20グラムとか多くなっちゃうとちょっと大変になっちゃうので、まあ、そこはちょっと気をつけた方がいいかな。でこうやって水入れたら、これを溶かします。あのね、白卵が溶けるまでこう回します。で、この白あんにこれを入れます。もう入れちゃうんですね。で、しっかり混ぜてあげる。この白あんとね、このね、100均のヘラがね、もうボロボロなんですね。ボロボロなんでちょっと取りづらい、すごく取りづらい。まあ、100均ですからね、まあ、いいやつ買ってくれてもいいかな。で、これをまあ、綺麗に混ぜていくわけです。この白あんと白あんと白玉粉を上手く混ぜると、こう混ぜるんです。で、これを混ぜて、まあ、普通の和菓子屋だとこれはまあ大体こう白あんに、まあ、牛皮、まあ、お餅なんですけどを混ぜて、まあ、練り切りって作るんですよ。まあ、そのお餅の代わりっていうことですね。まあ、もののレシピによっては牛皮を作って、でそれを白あんに混ぜ込むっていうレシピも多分あると思うんですよ。ただこっちの方が絶対簡単なんで、もうやっぱり家庭の、これ落ちちゃったね。これちょっとガスの男ちょっとおかかっちゃってたから押さってた。で、まあ、やっぱ家庭のやっぱり大切なところってシンプルだと思うんですよ。やっぱ手間かかってたらもうめんどくさい。やっぱシンプルにいかに美味しく作れるかってのが多分重要なのかなって、まあ、思うんですよね。で、こうやってほら混ざってきましたね。綺麗にうずっとる？ほらね、混ざったでしょ。で、ここまで混ぜたらいい感じです。ここまで混ぜたらこう外側に貼るんですよ、あんこ。こう、なぜこの外側に貼るかっていうと、こう電子レンジでチンした時に水分を飛ばしやすくするためなんです。この塊がこう真ん中にゴロッてしてると、やっぱ面積がこうその表面の部分しか水分飛んでいかないので、なるべく水分を飛ばしやすいように、その水分が飛ぶ表面積を増やすためにこう貼り付けていくんです。いいんじゃないでしょうか。こんな感じですね。いいんじゃないでしょうかね。もうバッチリグーグーですね。バッチリグーグー先生。で、まあ、ここまでやったら、まあ、電子レンジにねかけていきます。はい、そしたらですね、これをレンジでチンします。これは、まあ、500ワットで3分で、500ワットの3分で水分を飛ばしていきます。で、ラップはもちろんしなくていいです。これ水分を飛ばすためにやってるので、ラップしちゃったら結局水分飛ばないので、全然そのまま突っ込んで3分やります。はい、チンになったので、ね、開けていきます。だとね、まあ、ちょっと熱いんで気をつけても、結構ね、ほら、なんだろう、ちょっと膨張してるんですね、熱が。混ぜて、ちょっとね、表面だけ水分飛んでるから、これをまた混ぜて、また外側に貼り付けます。で、貼り付けて、またこれチンするんですね。それの繰り返しで、ちょっと水分が飛ぶまでやるっていうことです。こうやってね、貼り付けたので、これをまたチンしていきます。次はね、1分で、また待ちます。さらにね、1分経ったので開けてみます。まあ、状態はこんな感じ。どうだろう。で、1回ね、またかき回します。うん、いいんじゃないでしょうか。感覚としては、こう1回こうちゃんと混ぜてもらって、こう取った時に
取れない。で取った時にこう手のひらでこう触ってみる時にくっつかくっつかないかこうペタってなったらダメ。もうこれぐらいだとねいい感じ。ほら丸まる丸まる。でちょっと柔らかいんだけどやっぱり熱があるから、熱があるからこう柔らかいだけで多分冷めればねちゃんとした練り切りになると思うの。でこれで水分が多い場合は例えば様子見て30秒とか1分とかして様子見てちょっと水分量っていうのをあんまりやばすぎてもちょっとやっぱり練り切りの成形しづらいのでちょっとそれは様子見てちょっとレンジの時間を増やしたりっていうのはした方がいいと思います。まあ基本的にはもうでもこんな感じでもう OK ですね。はい、ということでね練り切りができました。まあどうでしょう、まあ、ぶっちゃけ超シンプルですよね。もう白あんと白玉粉この2つしか入らないんです。でチンするだけっていうね、もうすごくシンプルですよね。まあでできたやつはちょっと揉んでもらってラップで包んで、で 2,3 時間ぐらい冷蔵庫で冷めてからの方が多分使いやすいです。やっぱり出来たてってちょっとすごい柔らかいしすごく乾燥するのでもうすごく扱いづらいので、もうやっぱりちょっと 2,3 時間冷やしてからだともう簡単それでもう使えます。もう簡単和菓子です。今日から俺は和菓子男子、まあ女子、和菓子女子かもしれない、まあどっちでもいいけど、まあ、和菓子作れちゃうね、いいでしょ。もうすごいシンプルなのでね、まあでこれで、まあ、生地はできて、あとあんこ包んだりとか、あとなんじゃあとなんじゃあお花とかプーさんとかね、ドラえもんとか、まあ、犬、豚、猫、タヌキ、ネズミ、モグラ、猿とか行ってないよね、多分猿ね、まあ、とかね、まあ、キツネとかね作れちゃうかもしれないとかとはもう作れちゃうかもしれないっていう、これが、まあ、練り切り生地です。で、まあ、和菓子作りにね楽しんでもらえればなと思います。ちょっとね今日はまず見てくれてありがとうございました。まあもうぜひねチャンネル登録もしてもっと美味しい動画とかも投稿していくのでよろしくお願いいたします。どら焼き土屋でした。Everybody's kids, one go go. Full power, 全力で。